日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます。専任講師の西山です。今回は第一種電気工事士技能試験公表問題演習解説として公表問題ナンバー10の解説をしていきたいと思います。なお、第一種電気工事士は試験当日使用する電線の種類などが指定されておりません。また、この問題に関しましても、えー、この電圧計ですね。 どういうふうに測るかなどは試験当日になるまでわかりません。当センターとしましては、今までの世代傾向をもとに予測しておりますので、もしかしたら当日変わる可能性もございます。ですので、あくまで今回の内容というのは参考という形で見ていただければと思います。では、動画の流れとしましては、まず、支給材料の確認、施工条件の確認、複線図の作成、 でその後、実際の作業という流れで進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速、支給材料の確認からやってまいりたいと思います。それでは、材料表の上から順番に見ていきたいと思います。まずは、高圧絶縁電線 KIP8 スケア500ミリ50センチですね。はい。ということで、はい、こちら、えー、KIP ですね、えー。50センチ用意しております。 では次がですね、制御用ビニール絶縁ビニールシースケーブル、ニスケの二芯が500ミリということで、はい。CVV ニスケの二芯ですね。はい。こちら、えー、黒白の二芯が500ミリ、えー、用意してあります。では続きまして、えー、同じく CVV のニスケの三芯が1200ということで、えー、かなり長めでございます。はい。 こちらですね。えー、黒白赤の三振が戦略ということで長めに1本用意しております。では続きまして、えー、IV のニスケの緑ですね。ニスケの緑。はい、えー、200ミリですね。はい、えー。こちらのすごい、えー、ふにゃふにゃした寄り線の緑線。はい、これが200ミリございます。では続いて、端子台ですが、えー、今回ですね、えー、種類としては3種類、数としては4個ございます。 はい、えー、まず 2P 台の端子台が2つ、えー、4P 小が1つ、3P 小が1つということで、はい、えー、こちらですね。はい、台が2つで、えー、4P の小が1つ、3P の小が1つという状態になっております。では続いてアウトレットボックスですね。 えー、19が4箇所ということで、えー、試験の時にはね、19が4箇所空いてるという状態で支給されておりますが、えー、今回ですね、えー、ちょっと講習用ということで全部空いてる状態で支給しております。で、ゴムブッシングも同じく19が4個ですね。はい。ということで、はい、えー、こちらですね。アウトレットボックス。はい。本来19が4箇所だけ空いてると。あと、ゴムブッシング19が4個ですね。はい。 で、えー、続きまして、最後ですね、リングスリーブ章が5個ということです。はい、こちら、リングスリーブ章が5個用意しております。はい。ということで、えー、これでですね、支給材料の確認が終了しましたんで、続いて、施工状況の確認やっていきたいと思います。それでは内容を確認していきます。まず、配線及び器具の配置は図の位置に従って行うこと。はい。図の位置というのがこちらですね。 で、今回は VT、景気用変圧器の回路なんですね。で、VV、えー、決線で行います。で、ただ VT だけだとつまらないので、えー、まず、えー、これ施工省略ですが、不足電圧系電器。こいつがね、ちょっと癖者なんですけどもね。不足電圧系電気。はい。で、あとは、えー、これ、これ、VT の2次側は D 種でチコジでいいので、2付けの緑なんですね。 続いて、えぇ、ー、ニスケの三芯で送って、はい。で、電圧計がこれ、二芯ということで、えー、代表のね、えぇ、ー、電圧を測るということなんですよ。ここ、これがちょっとね、癖があるんですけども。で、あとは、えー、VCB 補助接点と赤ランプ緑ランプ。これ何かっていうと、この VCB が入ってるか切れてるかを、このランプで表示させるというのを今回行うんですね。はい。ということで、結構ね、おまけが多いということで、えちょっとそういう意味では大変な問題です。 続きまして、VT、VCB 補助接点及び表示灯代用の端子体は図の2に従って使用することということで、はい。えー、VT はこれ、えー、普通にね、えー、炭素のある意味変圧器と同じような形。6600入れたら110円出てきますということですね。で、VCB 補助接点の端子体は、左から A1、A2、B1、B2。はい。A1、A2 がメイク接点、B1、B2 がブレイク接点となっております。はい。で、えー、 表示灯に関しても、これ 3P の端子台で、C がこれコモンですね。で、A が赤ランプ、B が緑ランプということで、で、これ、要するにですね、赤ランプっていうのは入りを表示して、緑ランプは霧を表示するんですね。はい。で、えー、VT 代用の端子台の結線および配置は図の3に従い、かつ次のように行うこと。はい。設置線は VT、T1 の V 端子に結線する。 あと、えー、二次側端子の渡り線は、より線、にスケ、白色を使用する。あと、不足電圧系電気は、VTT1 の U 端子、および VT2 のスモール V 端子に結線する。はい。もう、見ての通りなんですけども、はい。ここでですね、設置線、ここつけますよ、ということです。まあ、今までもね、VV 結線の問題、何回かやっておりますが、今回ですね、まあ、横向きになっていて、かつ、これ、指定されてるんで、この通りに使用します。 特にこの S 層ですね、気をつけてください。さらにこの不足電圧系電気、こう、遠いところを刺さなきゃいけないんで、はい、無く長さ注意が必要です。では続いて、VCB 開閉表示等からの接続は図の4に従って行うこと。はい、えー、この通りにやってくださいね、ということなんですけども、はい、この A1A2B1B2 というのが、この補助設定なんですね。で、見ると、A1 と B1 に T 層の黒を入れなさいと。 はい。で、じゃあこれ4芯なのっていうとそんなことなくて3芯なんですよ。ということはね、A1 に黒を入れて、で、A1 から B1 に向かってこれ渡りを入れなければならないんですね。はい。で、この渡り線はどこから取るのかっていうんですが、結論は、えー、特に考えなくても大丈夫。いくらでも取れます。いくらでもって言い方おかしいですけど、取れます。はい。で、えー、A2 から赤ランプ、B2 から緑ランプなんですね。で、今回あの、あえてわかりやすくするために、 赤ランプは赤線とやりたいんですよ。だから A2 から赤出します。三振なんで。で、B2 からは白出すようにいたします。はい。で、今度、このランプの方なんですけども、はい。ランプの方はですね、はい。えー、これ、端子番号で言うと、ここがですね、コモンと考えてください。で、ここが A、ここが B っていう感じ。はい。で、赤ランプに赤線ってことなんで、 で、え、A は赤をやりますと。で、あとね、これ、コモンの部分はこれ白って決まってるんですよ。はい。で、そうすると、ちなみにここもね、えー、三芯なんで、三芯なんで、はい。えー、B からは、えー、黒を出していくようなイメージ。はい。なんで、緑ランプに関しては色が変わるんですが、赤ランプは赤、赤という形で統一していくとね、分かりやすくなるかと思います。はい。えー、この通りに作っていくということですね。 で、あと、電圧計は T 層と R 層か。はい。T と R ということですから、はい。黒と赤の間なんですね。黒と赤の間につなげなさいということです。まあ、あのー、実はですね、電圧計にこれ R つないであげないと、R の行き場所がなくなっちゃうんですね。この、表示回路って T と S しか使わないんでね。はい。で、電線の色別はここに書いてある通りですね。で、設置側電線は全て白色って書いてありますが、設置側電線っていうのは今回 S 層のことですね。 はい。で、あとは、えー、RST やカシロと守りなさいねと。で、あとは、えー、特段難しいことはございません。で、えー、今回の問題でも注意すべきポイントなんですけども、これ、2スケの電線オンパレードなんですが、はい。ニースケアの電線というのは、16とほぼ同じと扱います。はい。ですので、2本の時は丸で圧着なんですね。 これを忘れないようにしてください。では、えー、施工状況の確認は以上になりますんで、複、えー、線図書いていきたいと思います。複 <music> 線図書くにあたって、再度ね、確認しておきたい部分がね、多々ありますけども、特にこの VT の結線図ですね。T2 に、はい、す、えー、を入れていくと。これ忘れないようにしてください。はい、ではやっていきましょう。 まず、KIP 線としましては、はい、えー、こう入れていきまして、で、T2 にも入れていく。はい。で、そこから渡りですね。はい、渡り。はい。で、最後、ここにも入れていくと。で、VT の二次側なんですけども、はい。二次側に関しましては、はい。 上から黒、白、赤。で、ここ白の渡りということなんですね。はい。そうしますと、はい、えー、黒、白、で、白の渡り、で、赤。はい。で、かつ、ここから、はい、緑線も出していくというような状態。はい。 で、さらに、不足電圧計電器。はい、こいつでございます。はい。これもね、細かく指定されてますね。黒、白とやりなさい、ということなんで、はい。黒を、はい、入れまして、で、白はずーっと下ろしてきて、はい。この赤のところに入れる。これを必ず守る必要があります。はい。で、あと、その他の部分ですね。はい。えーえー、では、まず、 表示灯のところ行きましょうか。C, A, B. はい。こちらさっき決めましたね。えー、白、赤、黒の順番でやっていきます。はい。ですので、えー、白、赤、黒と。はい。で、今度補助接点代用の端子台は、はい、先ほど決めましたように、はい。 え、決めたてがね、これある程度決まってるんですが、A1 から B1 に向かって黒で渡り。で、A2 が赤、B2 が白ですね。はい。ここは自分で決めた部分です。で、ノルマとして決まってるのが、A1 に黒で渡りで B1 に黒です。はい。で、A2 が赤、B2 が白。これはノルマではありませんが、こうすると分かりやすくなるということですね。はい。で、あと電圧計に関しましては、はい、これ黒白入れていく。 はい。こういう状態でございますと。それでは、接続やっていきましょう。まずは、ニュートラルと同じ扱いである S 層、まず見ていきたいと思います。はい。S 層は、はい、伸ばしていきまして、まず、えー、ランプのですね、えー、コモン、はい、共通に入れると。で、これ、他にどこか行く場所あるのかっていうと、今回ですね、電圧計に関しましては、はい、施工条件見ると、T と R。 t と r つまり、えー、黒赤間と言ってますが、実はね、えー、これ S 層、これで終わりなんですよ。で、ここ、丸なんですね、刻印ね。丸ね。はい。じゃ、次は t 層いきましょう。はい。t 層に関しましては、はい。えー、まずこの補助接点の電源に使いますんで、はい。ここにまず送ってあげる。で、かつ、今回電圧計 t と r ですから、電圧計の黒とこれつないであげます。 で、続いて、はい、えー、あるそう。あるそう。これもう電圧系しかね、行き場がないんですよ、実は。はい。なんで、ここはね、しょうがないですね、これね。白に繋がっちゃってもね。それいいのかってことなんですけども、はい。あくまでですね、RST 赤白黒っていうのは、虹側からジョイントボックスに至る配線なんで、 えー、中に入っちゃえばあとは別に色変わってもいいよってことなんですよ。ある意味ね。はい。で、あとは、はい、えー、ランプの回路。はい。さっきね、赤ランプは赤線という風にね、やりましたんで、なんでこの赤赤ね、繋いでいきますと。はい。で、えー、黒白も繋いでいくと。はい。こういう状態なんですね。で、刻印ね、ちょっと忘れてましたけども、日本接続のところはこれ全部ね、丸なんですよ。 なので、この黒だけね、ここだけ、えー、刻印が小ということになるんですね。はい。えー、ちょっとね、刻印に注意が必要な問題でございます。はい。えー、それではこれでですね、伏線図が終了しましたんで、作業の方、入っていきたいと思います。では、まず、準備作業としまして、 アウトレットボックスにゴムブッシングつけるのをやっていきましょう。はい、えー。今回ですね、19が4箇所ということで非常に単純でございます。はい。ではやっていきましょう。で、これ、えー、ゴムブッシングですね、すいません。またね、ちょっと流用しているので、これ切り込みが入ってしまっておりますが、はい。えー、平らな面が、えー、裏、凹んでいる方が表。で、裏面の、えー、円の中ですね、横も1文字切り込み入れてください。はい。 で、なるべくですね、凹んでる方を外、表を外にしてつけてあげるとですね、後々の作業性が良くなるのでおすすめでございます。はい。これでですね、準備作業が完了ということになります。それではメインの作業を入っていきましょう。はい。ではやっていくんですが、あの、いつもですとね、 だいたいこの変圧器関係からやっていくんですが、今回ちょっと別です。なぜかっていうと、この2スケの3芯と2スケの2芯っていうのは、残ったやつを全部使うというやり方でやっていきたいので、ちょっとね、なるべく多く残したいんですよ。ですので、先にね、その他の部分作っていっちゃいます。はい。で、一番簡単なのはこの施工省略のですね、部分ですね。はい。これは、接続部プラス 100mm で、 指定寸法150なんで、250取ってあげればいいということなんですね。はい。では、CVV の日付の日シ250取ってやっていきたいと思います。はい。では、やっていきましょう。はい。えー、250ということで、はい。切りまして。で、えー、これ、アウトレットボックス側なんで、はい。えー、ジョイント130外装。 20銅線ですね。はい。で、130、買って。はい、これね、かなり不安だと思うんですけど、大丈夫です。ははい。はい、で、これ、介在物に関しましては、えー、このね、CVB についてはね、これ、ペンチで切っちゃうと一番楽です。 はい。で、えぇ、ー、二十線。これ二付けなんで、一六のところで向くことが可能ですね。はい。これでですね、電圧計の部分、完成ということになります。では、次の作業をやっていきましょう。 はい。で、次はですね、えぇ、ー、つけの三振関係やっていきます。で、ある意味、どちらもね、作り方はほとんど一緒なんですよ。はい、ここ部分覗いてね。あの、長さ的にちょっと違うんですけども、じゃあ、まず赤ラン緑ランプからやっていきましょう。で、これ、ただ端子台に刺すだけなんで、これ、プラス0で OK です。ですので、150プラス100で、はい、えー、250切って、えー、接続側と端子台側やっていくという形になります。それでは、やってまいりましょう。 それでは、えー、三振ですね。250切り出します。200プラス50。切り出しまして。では、まず、えー、端子台側ですね。はい。端子台側は、はい、50外装ですね。はい。で、えー、先端は、はい、だいたい10ミリぐらい。 すですね。はい。で、えー、この端子台なんですけども、先ほどね、施工状況のところで確認した、あとは複製図でも確認しましたように、左から白、赤、黒、この順でつけていくんですね。はい ではやっていきましょう。左から白、赤、黒の順番。はい。これをね、ちょっと守ってください。特にね、一番左白入れないと、これ絶対失格になりますんで、こう決まってますからね。はい。で、あとはジョイント側。はい。130外装ですね。はい。かなりね、不安に感じると思いますが、思い切って向いてください。 で、えー、先端は二重導線ですねはいこれでですね表示灯の部分が完成ということになります、えー、ではちょっとですね形を整えてあげて次の作業いきたいと思います はい、えー、今度はですね、この VCB の補助設定の部分、作業内容としてはほぼ同じなんですね。長さがちょっと違うだけ。寸法としては指定寸法が200、プラス100なんで、300取ってやっていくということでございます。で、あと、つなぐ順序ですね。つなぐ順序,順序としては、黒、赤、白の順番。で、渡りがまだないので、黒はまだ、えっと、ネジは止めません。赤と白は止めちゃっていいんですけどね。 はい。それではやってまいりましょう。ということで、えー、三振、はい。ここから300切り出していきます。はい。で、そうしましたら、はい。まず端子台側。端子台側。はい。えぇ、ー、50外装。はい。で、そしたら先端ですね。だいたい10ミリぐらい同線。はい。 で、これちょっとね、広げてやるんですけども、先ほどね、お話をしたように、黒に関してはね、まあ、正確にはね、この A1 に関してはえ、まだ渡り線が入りますんで、止めはしません。まあ、刺しとく分には構わないんですけどもね。はい。で一旦これ、えー、端子ネジ全部緩めまして、で、順番としては、黒、赤、白の順番。はい。 黒、赤。で、ちょっとね、入りづらいと思ったらこれ、寄り直してください。寄り線をね。はい。で、黒、赤で、はい。で、一番右のところに白ですね。はい。これで、赤、白は止めちゃったら OK です。これ以上入りませんから。はい。で、えー、接続がですね、はい。130外装、えー、20銅線。 これでですね VCB 補助接点の端子台の準備が整いましたまた渡,渡り線がないので完成ではないんですが渡り線は別のところからこれは取っていきますそれでは次の作業をやっていきたいと思います次の作業はいよいよ VT の二次側今回のメインの部分ですねで えー、この三芯と二芯は残ったやつをフルで使う。で、二芯の緑はもともとここしか使わないので、えー、そのまま使っていきます。で、接続の方法に関しては、はい、複線図で、えー、確認した通りですね、えー。上、はい、上ですね。上にこう黒、黒白を刺して、で、渡り線が必要だと。あと、不足電圧系電気も黒で白が長くなる。はい、この作り方にね、非常に癖がありますんで、注意が必要でございます。 それではまずは三振の処理からやっていきましょう。はい。とは言ってもね、今まで何度もね、VV 決戦やっておりますんで、その流れと全く同じです。え基本的にはね、同じ数法でやっていきましょう。はい。まず渡り線に対して、はい、だいたいいいつも5センチ出て、5センチ出て、5センチ出てということで、15センチ。はい、150ミリ。あとはだいたい7センチぐらい向くから、じゃあ220ぐらいかなと。 いうことですね。いつもね、そんな感じでやってまいりました。ということで、今回も例に漏れず、はい、220、はい、外装を向いていきましょう。はい、200プラス、はい、20。まあ、適当ですけどね、これね。はい。これね、220向くっていうのがね、これかなり勇気がいるんですね。はい。 で、これ、よりをね、取ってあげて、はい、解材物切り落とします。はい。それで、ここから注意が必要なんですけども、何かっていうとね、この白のね、渡り分切るんですけども、この時に絶対に赤切っちゃいけないんですよ。えー、どういうことかっていうと、この黒と白ね、黒と白は同じ長さでいいんですけども、赤は長く必要なんで、 えー、黒と白だけ渡りの長さ、今150ミリ測りましたんで、150ミリ分切り落とします。赤はそのままにしておく。はい。これを絶対に忘れないようにしてください。はい。ということで、はい、えー、黒と白、はい、150ミリ切り落とします。はい。で、えー、黒は使わない。はい。では、えー、両端ね、剥いて渡り作っていきましょう。 はい、であと、この際ですね、合わせてこの煮助の緑、これも剥いちゃいましょう。一緒に刺しますから、渡りとね。はい。で、あと、このケーブル本体の黒白、これも剥いちゃって OK です。剥いちゃって OK です。はい。で、 えー、そしたらね、えー、ちょっとぐちゃぐちゃしてきましたんで、一旦仮で入れときましょう。ただ止められるところはもう止めちゃっていいですね。はい。では、えー、まず変圧器、えー、v t でで虹側ちょっと緩めましてですね。入れていきましょう。まず、えー、もう一回ね改めて間違いないように複線図見ていくと、はい。ここ、えー、白の渡りと、 緑ですね。一緒に入れますと。で、こっちは白の渡りと白本体ですね。一緒に入れますと。で、黒はこの、はい、不足電圧計で切れます。で、赤も不足電圧計で切れますんで、ここはまだね、えー、ネジを止めちゃいけないということでございます。はい。ただまだね、赤自体まだの長さ揃えてませんのでね。それでは、えー、まず、えー、緑と、はい、渡り線。はい。これ一緒にね、こう入れていきまして。はい、まずここは締められますね。ネジ止められますね。 はい、で続いてですねはい、こう回してきましてはい、ここに白入れますと。はい、でそしたらはい、ケーブル本体ね本体もはい、ここ白入れられますね。はい、はい、い、で白はこの時点で渡りと一緒に止めちゃいます。 はい。で、あと、赤に関しては、はい。これ、長さをね、調整してあげて、長さを調整してあげて、はい。まあ、こんなもんかなと、はい。ある程度合わせてあげて、で、ここで切っちゃいます。はい。で、えー、先端ですね。合わせてあげて、はい。だいたい15ミリくらいですね。はい。 はい。これはまだ入れとくだけ。はい。で、あとは、これ。不足電圧計電気ですね。はい。で、ちなみにこれ緑はね、これ下に曲げとか投げたらダメですね、これね。はい。で、あとこれ不足電圧計電気。こいつどうするんだってことなんですけども、不足で圧系電気は、結言うとですね。この、黒が入って白が入るんですが、この白に合わせます。そうすると、まあだいたいね、 まあ、5センチから3センチぐらい出まして、で、上に行きますと。で、そうすると、これ10センチぐらい必要なのかなという感じですよね。10センチぐらいね。はい。で、ただ、ここ果たして3センチでいいのかっていうと、もうちょっと欲しいなと。そうすると、じゃあ5センチプラス、はい。じゃあ10センチぐらい。じゃあ15ぐらい剥いちゃうかなという感じですよね。はい。で、これ残ったやつ、はい。15、150剥いていきます。はい。結構勇気がいるんですけどね。 はい、これ必ずね向くとき反対側曲げとかないと本当にすっぽ抜けますはい、気をつけてくださいくれぐれもね本当にねはいギュッとねこれ曲げておいてで向いていきますはいで今これ白に合わせてね作ってますんで 白はこれもう向いちゃっていいんですよ。白はね。で、黒はまだ向かない。黒はまだ向かない。はい。じゃあこれ白をね、入れてしまって、ちょっともうちょっと緩めた方がいいですね。これね。はい。白は入れてしまって、はい。 で、止めていきましょう。はい。そしたら、どうでしょう。はい。あとは、これ、形合わせて作っていくんですが、はい。黒に関しては、このね、上に入れるわけですよ。そうすると、明らかに長いですよね。長いですよね。はい。なので、はい、黒を、この端子に合わせて切り落とします。 はい。そうするとね、ちょうどいいぐらいの長さができるんですよ。これがね、渡り線として最高。はいで。そしたらね、これ先端。はい。だいたい15ミリぐらい目安に向いていく。はい。で、これ止めていきます。はい。 で、えー、あとね、接続側、これ、えー、めちゃめちゃ長いんですよ。めちゃめちゃ長いので、ちょっと長さ調整しましょうかね。で、どれぐらい必要なのかっていうと、えもともとですね、端子台の中心から2 0 0ミリプラス接続100なんで300あればいいんですね。はい。じゃ、ちょっと測ってみますと、はい。これ、端子台の中心から、はい、まず200、はい。 プラス100。はい。えー、すごく長い。すごく長い。はい。こんなに長いとさすがにやりづらい。ということで、ここで貯金と切っちゃいます。はい。なんで逆にね、これぐらい余るんですね。まあ、こっからでも取れますから、まあ、本当にね、渡り線取り放題。で、さっきから渡り渡りって何言ってるかっていうと、これね、この、補助接点。ここの渡りです。ここの渡り。はい。いくらでも取れます。渡りね。はい。 では、接続側130外装。はい。えー、20度線向いていきます。はい。で、ちょっとね、イレギュラーなんですけども、はい。先ほどで、ね、取れたこれぐらい。さっきここ切った分ですね。この渡りを先でつけちゃいましょう。これ忘れずに。はい。で、これあのー、さっきのね、補助設定の部分なんですけども、これ両端ね、だいたい10ミリぐらい。はい。 はい向いてあげてこれ刺していきます。はい。でネジ、ね、止め。はい。 これね、忘れないようにしてください。はい。ということで、これでですね、えー、VT の低圧側と、はい、あとね、そこから出た渡りを使って、この補助設定の端子体も完成ということになります。では、えー、最後になりますが、VT の高圧側やっていきましょう。 はい。えー、VT の高圧側は何度もやってる v v q 線と全く同じです。はい。えー、100ミリですね。100ミリのやつ3本取って、残ったやつで渡りを作る。で、入れる場所だけで注意してもらいたいのが、はい。はい。上に2本、つまり S 層を上の端子台から取るというところですね。まあ、取るというか、せっかくには入れるですね。これを間違えなければ問題ございません。はい。ではやっていきましょう。では、えー、KIP ですね。はい。ここから100ミリをまず3本取っていきます。 で、一本切ったら、はい、えー、同じ長さに合わせてですね、え三、ー、本切り出していけばよろしいかと思います。はい。では、えー、まずね、これ、剥いていきましょう。はい、え2.0の三線の外装の部分ですね。ここで剥けます。 はい。で、あとは、これ、残った分がね、これ、渡りになりますんで、こいつは両端剥きます。はい。これでね、準備ができましたんで、あとは、えー、差し込んでいきましょう。では、ネジを緩めていきます。はい。これで OK ですね。で、えー、これでですね、変圧器の高圧側も完了なんですが、さっきちょっと言い忘れましたが、この緑線ね、はい。 えー、こいつですね、曲げる位置とか指定されてるかどうか確認した方がいいですね。はい。で、えー、今回この緑については、普通に中心から150あればいいというので指定はされてないんですけども、はい。逆にこれ曲げないとまずいんですよ。この端子座の、ね、中心から150以上、ね、出てないと、これ失格になっちゃいますのでね。はい。ここだけ気をつけてください。まあ、今はね大丈夫ですけどね。 はい。ということで、これで全ての部品が揃いましたんで、接続の準備、入っていきたいと思います。では、図面通りに配置するんですが、まあ今回はね、まあそれぞれの部品を、この19の穴に挿していけばいいので、そこだ、悩むことはないと思いますね。まあ、ただ、この VCB の補助設定とこのランプね、位置、間違いないようにしてください。 はい。では、えー、刺していきましょう。で今回 CVV なんで、えー、刺す前にね、一回この先端をちょっと寄り直した方がいいと思います。はい。じゃあ、えー、まず、えー、電圧計ね、はい、入れていって、はいで。これ中心で曲げときます。はい。で、えー、今度下からね、 VCB 補助接点、はい、はい、で、えー、左から VT への回路。 はい、で、えー、上からですね、赤ランプ、緑ランプ。はい、でこれあの、接続の時にね、寄り線が1本でも、ね、止まってないと、これ、失格になりますんで、ちゃんとね、これ入れた後に、寄り線の状態、確認してください。 はい。変に曲がってたらね、これ終わりですから。はい。ということで、はい。これで接続の準備が完了です。この細い寄り線ね、本当にちょっと扱いがね、油断すると、うん、まずいので気をつけていただければと思います。はい。では、えー、ゆうですね、接続作業に入ってまいります。では、え副、ー、線図をね、再度確認していきましょう。 今回そんなに難しくはありません。はい。えー、まずね、白。これある意味設置側として扱えますんで、こいつはあの普通に、えー、もうランプね、これと繋げばいいと。で、えー、黒。はい、黒に関しましては、はい、A1 と電圧計。はい。で、あと赤に関しましては、はい、電圧計のみと。で、あとは赤ランプ、緑ランプと繋ぐだけですね。なので接続はね、非常に単純でございます。それではやって参りましょう。 はい。えー、まずは、じゃあ、えー、白、やっていきましょうかね。はい。白に関しましては、はい、えー、このランプのね、白と繋げばいいと。で、これ、えー、ニスケ2本なんで、これは丸の圧着になるんですね。これ、寄り線なんでね、あらかじめこうやって酔っちゃった方が楽かもしれませんね。はい。で、これ、本当にね、刻印間違えないようにしてください。昔はね、ニスケは16と扱って書いてくれた時もあったんですが、今、書いてくれませんのでね。はい。 で、16×2。はい、ここで確認をしてカチカチと。はい、で、止めていきましょう。はい、で、これ、寄り線がね、1本でも入ってなかったら終わりですから、気をつけてくださいね、簡単。ほんとね。はい。で、上下に見えてることを確認して、潰す。はい。じゃあ次、黒ですね。はい。えー、黒に関しましては、 えー、こちらの VCB 補助設定に電源として送る。はい。あと、えー、これ電圧計ですね。はい。電圧計にも送りますんで、黒3本接続という形になります。はい。で、えー、3本の時はですね、はいえー、切り口を1回揃えてあげて、合格クリップで止めてあげると確実性が増しますね。使えるものはどんどん使っていきましょう。はい。 では、えー、ここ、章のスリーブで入れていきますと。はい。で、これはもうね、3本ですから、章は章と。はい、章ですね。で、真ん中で潰すと。はい。では、次。 はい。えー、電源からの赤。はい。これは、えー、電圧計のみに行きますね。はい。これ、日本接続になりますと。はい。で、この日本接続、またね、16×2 のところで潰しますんで、はい。あらかじめこうやってペンチにかませます。はい。では、通していきましょう。 はい、すべてね、寄り線の祖先も含めて全部取ってることを確認。で、上下に出てることを確認。はい、で、潰していく。はい。あとはね、えー、補助接点から、えー、ランプへのカルですから、赤は赤ランプ、赤は赤ランプとね、さっき決めてますんでね。はい。これも 16×2 のところで潰します。 では止めていきましょう。はい。全部入ってることを確認して、はい。で、上下に見えてることを確認して潰す。はい。くれぐれも油断しないようにしてください。はい。で、最後残ってるのは、これは、えー、接点から緑ランプにね、つながる線ですね。はい。こちらも丸になります。16×2 になります。 カチカチと。はい。で、えー、確認をして止めていきます。はい。ということで、これで圧着が終わりましたんで、では端末処理も含めて刻印の確認です。はい。日本接続が丸なっていること確認。はい。 2本接続丸。はい、で、2本接続丸。はい。で、2本接続丸。はい。で、1本だけ3本接続小ですね。はい。これで,ですね、接続作業がすべて終了ということになります。 それでは最終確認に入っていきたいと思います、はい。では最終確認。まず欠かせないのは増し締めですね。はい。はいえー、結構緩んでます。はい、VB 結成の場合特にね、あのー、KIP が一つの端子に2本入ったりしますんで、 あとね、今回、寄り線が多いので、本当にね、えー、緩みやすいんですよね。馴染んできちゃうとね、緩みますんで、必ず増し締めをしてください。てか、今回、寄り線ですからね、全部で、線がね。はい。はい。で、これ、小さい端子タイムですよ。小さい端子タイムね。はい。油断しないで、必ず増し締めをするようにしてください。 言い,忘れ言い忘れましたが、端子台はね、裏から見て5ミリ以上出て,出てなければ問題ないので、あまり神経質になる必要はございません。はい。あの、実際今ね、私、今見て結構緩んでるところあったんですよね。はい。なんで本当にね、えー、最後の最後まで油断しないようにお願いをいたします。はい。ということでですね、 これで公表問題ナンバー10、えー、完了となります。えー、今回の VV 決戦、VT の回路に関しましては、えー、まず、ここのね、長さの取り方がすごく特殊なんですね。特にこの不足電圧計電気の部分。はい。えー、こういうですね、長さがわからないのは、残った線を全部使うようにする。ですので、今回ちょっとイレギュラーなんですが、先にですね、こういう各部品を使って、残った3芯と2芯を使ったという形になります。 こういうやり方もね、あるんだというのを覚えておいていただければと思います。では、これでですね、今回の解説動画すべて終了となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます。当チャンネルでは電気工事士、電検三種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。